皆さん、こんにちは。今回は JFK の生涯についての動画をアップしていきます。長いので数回に分けてアップする予定です。どうぞ最後までご覧ください。ジョン・ F ・ケネディ、ジョン・フィッツジェラルド・ケネディ、1917年5月29日から1963年11月22日、言わずと知れた米国第35代大統領。名前のイニシャルを取って JFK 内視通称であるジャックと呼ばれることも多い。在任中の1963年11月22日にテキサス州ダラスで案内された。1960年アメリカ合衆国大統領選挙で民主党候補として指名を受け、大陸候補の共和党のリチャード・ニクソンと歴史的な接戦の末、わずかな票差で破り合衆国大統領に当選。翌1961年1月20日に第35代アメリカ合衆国大統領に就任した。大統領就任時の年齢は43歳で、アメリカ合衆国の歴史上選挙で選ばれた大統領としては最も若い大統領であった。20世紀生まれの最初の大統領であり、カトリック教徒として初の大統領であり、アイルランド系アメリカ人としても最初の大統領となった。さらに著作「勇気ある人々」でピューリツァー賞を受賞した唯一の大統領である。ケネディの在任中、ビッグスワン事件、キューバ危機、ベルリンの壁の建設、米ソの宇宙開発競争、公民権運動の高まり、ベトナム情勢の悪化など多くの歴史的事件が発生している。その中でも特にキューバ危機の対応においては、第3次世界大戦、米ソ全面核戦争の危機を回避したと評価する声も聞かれる。若くして大統領となったケネディは、就任時からアメリカ国民に期待され、現在に至るまでアメリカ人の好きな大統領ランキングの上位にいるが、大統領選挙における不正やマフィアとの関係、マリリン・モンローをはじめとする複数の相手との不倫、ビッグスワン事件やベトナム戦争における優柔不断な態度、ラテンアメリカ諸国に対する政治的干渉及び軍事的干渉に対する批判も多い。1963年11月22日、テキサス州ダラスで遊説のため市内をパレード中に乱れ、犯人として捕らえられたリー・ハーベイ・オズワルドは、わずか2日後にジャック・ルビーによって射殺された。ケネディ暗殺事件は、その衝撃と陰謀説など数々の謎に包まれて歴史に残る事件となった。生い立ち。1917年5月29日、マサチューセッツ州ブルックラインで、アイルランド系移民で実業家のジョセフ・P・ケネディシニアとローズ・フィッツジェラルド・ケネディ夫妻の次男として生まれた。名前は母方の祖父で、当時ボストンでの実力者で合衆国下院議員の後にボストン市長を務めたジョン・ F ・フィッツジェラルドにちなんでいる。ケネディ家のルーツ。1848年にジョン・ F ・ケネディの祖祖父パトリック・ケネディが、まだ英国領であったアイルランドでの差別と飢饉を逃れて新大陸アメリカを目指したことに始まる。翌1849年にアメリカに着き、ボストンに身を構え、ブリジット・マーフィーとの間に男子2人を含む5人の子供が生まれたが、3番目の長男ジョン・ケネディ3世がこれらでわずか2歳に満たずに早世した。末っ子の次男が祖父パトリック・ジョセフ・ケネディで、やがてボストンで港湾労働者から身を起こして実業家となり、マサチューセッツ州下院議員、そして上院議員を経て地元ボストンの有力な民主党員となった。彼はマリー・オーガスタ・ヒッキーと結婚して次男次女の4人を育て、次男は早世したが、長男がジョセフ・パトリック・ケネディで、ジョン・ F ・ケネディの父である。ケネディの兄弟、父ジョセフ・パトリック・ケネディと母ローズ・フィッツジェラルドとの間には4男5女の9人の子が生まれた。こちらが家族全員です。ケネディの家族。36歳の時に結婚。ジャクリーン・ケネディ、通称ジャッキーに3人の子供が生まれた。しかし1人は2日後に死去。キャロライン・ケネディ1957、ジョン・フィッツジェラルド・ケネディ・ジュニア1960-1999、ジョン・ジョン、パトリック・ブービエ・ケネディ1963。幼少期、ジョン・ F ・ケネディは10歳まで家族揃って
ボストンのブルックライン地区で暮らしたが、ジョンは幼少期からいくつもの原因不明の病気にかかり、病弱で不健康な子供だった。生まれつき背骨部分に障害があり、怪我をしやすく、しばしば激しい苦痛に襲われた。3歳の時に症候熱にかかった際には、母ローズが教会に通って、その回復を祈るほどであった。これに加えて、水疱瘡やおたふく風邪にかかることがあり、また、原因不明の継続的な風邪の症状に襲われて、常に全身が熱っぽく、だるさを感じるものであった。ケネディは、ブルックラインで、エドワード・デボーションスクールの幼稚舎から公立小学校へ上がり、小学4年生からは、私立デクスター・スクール、デキシタール・スクールへ転校。そして、翌1927年、小学校5年生に上がった10歳の時に、一家は、ボストンを離れて、ニューヨーク郊外のブロンクス地区リバーデールのハドソン川が見下ろせる家に引っ越し、ジョンはリバーデールカントリースクールに転校した。この時期に父ジョセフはボストン郊外のコット岬のハイアニスポートに別荘を、さらにフロリダ州パームビーチにも別荘を購入した。1929年にはリバーデールからニューヨーク市郊外のウェストチェスター郡ブロンクスビルへ引っ越し、6エーカーの広大な土地に屋敷を構えた。1930年、13歳の時に、コネティカット州ニューミルフォードのカトリックの寄宿学校であるカンタベリースクールに入学したが、ホームシックによる体調不良を理由に、翌年には家に送り返された。父ジョセフは、ジョンを兄ジョセフ・P・ケネディ・ジュニアの在籍していた長都校、現在の長都ローズマリーホールに転校させた。兄ジョセフ・ジュニアはスポーツ選手として活躍し、学校に順応したが、兄に対して激しいコンプレックスを持っていたジョンにとって、長都校での日々も鬱屈したものになり、反抗的な生徒として有名になり、学校では、目下、校則違反者、人をバカにする人というあだ名をつけられ、方向処分になりかけたこともあった。卒業の前年には、再び体調を崩し、消化器の障害と判断され、ステロイドの投与を受けた。戦後下院議員になってから副腎機能不全、アジソン病で苦しむことになるが、常に日焼けしたような皮膚の色であったのはその症状の一つであり、この時の大量のステロイド投与が原因であるとの説もある。ジョンは生涯背骨の痛みに悩まされた。ケネディ家では大学時代のフットボール中の怪我が原因とされていたが、実際のジョンはとてもフットボールなどできる健康状態ではなく、生来の腰痛を隠すためとも言われている。1935年に長都校を卒業したジョンは、兄ジョセフ・ジュニアと同じようにロンドンスクール・オブ・エコノミクスでハロルド・ラスキ教授の下で学んだが、すぐに体調を崩して黄疸の診断を受けて帰国した。その後プリンストン大学に入学したが、ここでも体調不良で白血病の診断を受けて通学できなくなり、ボストンの病院に入院し、プリンストン大学にはわずか6週間在学しただけであった。成績も抜群で、スポーツも万能な兄ジョセフ・ジュニアに対する劣等意識、そして厳しすぎる父ジョセフへの負い目がジョンを苦しめた。幼児から何度も胃腸の不調で入退院を繰り返したのもそれが原因とされている。だが勝てないと知りながらも兄に挑戦し続けたことで、困難から逃げず不可能なことに挑み続ける精神力と根気強さが養われた。彼は決して病弱ではなかった。後にケネディの大統領顧問を務めスピーチライターでもあったセオドア・C・ソレンセンがケネディ・アンマルの2年後に出版したケネディの道の中にジョンの幼い日のエピソードを書いている。母方の祖父ジョン・フィッツジェラルドに連れられて政治集会に行った際、老ジョン・フィッツジェラルドは幼いジョン・フィッツジェラルド・ケネディを抱き上げてテーブルの上に乗せ、これがわしの孫じゃ、世界一の孫だとみんなの前で紹介すると、幼いジョン・フィッツジェラルドは僕のおじいちゃんは世界一のおじいちゃんと言った。その場にいた人々は小さな少年に喝采を送ったという。これがケネディ大統領の生涯最初のスピーチであった。ソレンセンは父ジョセフの期待に応えるためや兄の身代わりとして政治家になったなど、ジョンについて後にそう語られることが多いが、彼の資質は政治家向きであり不本意ではなく彼自身の理想と関心の表現であり、しかし
それに至るまでの道のりは、絶えず病気との戦いを強いられて、それがジョンに反抗心を植え付けながら練り上げられたものであったと述べている。またマイケル・ドブズはケネディが富と特権を享受する名家に生まれながら典型的な温存しタイプにならなかったのは、生涯彼を苦しめた現行問題と第二次大戦における最前線での経験 BT109 の2つの要素が彼の人格形成に影響を与えたからだと述べている。はい、今回はここまで。後編に続きます。ご視聴ありがとうございました。